遥か唐の時代、仏教の経典を求めて西へ西へと旅した一人の僧がいた。やがてその旅は様々な虚実が入り乱れる一大伝記小説に。そう、我が国でもおなじみ西遊記。今夜は孫悟空の筋斗雲のごとき、ふわふわのカニ玉を真っ白なご飯の上へ、猪八戒の食欲をも満たす日本生まれの中華丼、天津丼。ふわふわのカニ玉に乗って目指せ三つ星。